JR 花輪線カズの花輪駅からうまいを探せ。青の木さん、青木さんがやってるから青の木っていう、ここですよ。あ、やってる、営業中、やった。失礼します。はい、突然ごめんなさい、 AKT 秋田テレビなんですけれども、ちょっと、うん、カメラ入ってお話を聞かせていただくことって可能ですか？いいですか？ここずっとここカズノで構えてらっしゃいますか、お店は？そうそう、もう28年ですか。これさつまいもだけで28年。おいくつですか今？もう今度今月で80。あら、お元気ですね。噂のスイートポテトをですね、うん、ちょっと見せていただきたいなとは思いましてですね、はい、でも、わーお、俺こんなん見たことないよ、お父さん。すごっ。今ほら、SNS がすごいからこれ撮ってね、よくやってますよね。すごいっすね。私はやったことないんだけど。いや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 、お客さんがもうやってみたい。ねえ、すごい。またこの断面もすごい。うわー、結構ずっしりと。いただきまーす。すいません。こんな食ったことないっすわ。めちゃくちゃうまい、これ。ここら辺いきますよ。そうそう、食べてみて。これ皮までいける感じですよね。そうそうそう、こういう感じですね。いきますよ。爆発的にうまい。そう、最初カスタードクリームがね来て、後から芋のね風味が来て、今ね皮のうまさが来てる感じ。合ってますお父さん。はい、これうまい。これもう28年、約30年。そう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 、この角野の町でやってますけれども、これから どこまで、今80歳ですけれども、なんていう、今若い人特区中なんで、その人がいかに自分のものに習得できる、そこまでは面倒見てやりたいと。なるほど、弟子がいるわけですね。お知り合いですね。はあ、ははあ、じゃあもうここの場所でもう長く、そうそう、このスイートポテトがまだまだ食べられると。いや、ちょっと待って、青木さん、これね、ミッションコンプリートといきたいところなんですけれども、まだまだこのスイートポテト青の木、はい、秋田のこの数の地で継続ずっと続いていっていただきたいという思いから、はい、誠に勝手ながら、ここでコンプリートはいたしません。もうね、継続して続いてほしい気持ちが勝っちゃいまして、はい、なんで皆さんぜひカズノのスイートポテト、これ抜群にうまいですから、足を運んでいただいて味をね堪能していただければなというふうに思いますので、青木さん今日はありがとうございました。いえ。スイートポテト、もちろん最高にうまかったのですが、私には行かなければならない場所があります。カズノ、そうでございます。カズノといえばホルモン幸楽さん。2年前、私秋田の新栄さんにお伺いさせていただいて、美味しいホルモンをいただきましたが、本店やってまいりました。ついに秋田市山王のホルモン新栄は、ここ幸楽直送のホルモンを食べられるお店。2年が経過し、再び数の花輪駅を引いた私、幸楽は絶対に行きたかったお店なんです。匂いで白飯一杯いける感じの、すんごいいい匂いです。ご覧ください、お品書き、まあまあいろいろありますよね。うわ、まあまあやっぱりね、やっぱりホルモンですよ。ホルモン、豆腐、キャベツ、これいきますか。これいきましょう。はい、はい。おお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 。あ、いい匂い。相変わらずのいい匂い。あの大判焼きもスイートポテトも最高にコンプリートできたんですけれど、うまかったので、ただやはりここでコンプリートしたいなという思いが強くてですね、ちょっと お邪魔させていただきました。
これね、あの AKT の YouTube にも上がってますので、約2年1ヶ月前同じ格好をして同じことをしておりますので、皆さんこれをねちょっと後で見ていただきたいなと。よう着てるな俺、2年半も2年1ヶ月もこのニット用っていう感じでしたから。ではではでは、行っちゃいまーす、行っちゃいまーす、行っちゃいまーす。うわ、このね甘辛いタレがねいい感じでついて、あー、いただきます。これこれ、ホルモンオンザライスっていう感じでね。うまい、間違いない。うまい、やっぱりうまい、最高だよ。カズの花は行くからうまいを探せ、いろんなうまいを見つけましたが、好楽さんのホルモンうまいミッションコンプリートー。